主力製品の一つである青色 LED、日夜化学工業株式会社は徳島県阿南市に本社を持つ化学会社。略称は日夜、日夜化学。発光ダイオードなどの電子デバイスや蛍光灯などに使われる蛍光体を扱う。以前はストリプトマイシンの製造にも携わっていた。1956年、小川信夫が徳島県阿南市に設立した。 蛍光灯用の蛍光体、ブラウン管テレビ用の蛍光体のメーカーとして成長した。高輝度青色発光 LED を製品化以降は製品で会社が世界的に知られるようになった。なお現在の主力製品は青色 LED と蛍光体を組み合わせて製品化した白色 LED であり、主に携帯電話のバックライト用として生産されている。日夜は日本の 日とアジア、アメリカ、オーストラリアの青を表している。写真によれば、この社名には、創業者の日本を中心に4回仲良く肩を並べて、発展していこうという思いが込められている。徳島県内に本社のほか4工場を構えている。台湾、中国、マレーシア等に、現地市会社の工場がある。日夜科学工業は、 20世紀中には困難と言われていた高輝度の青色発光 LED を1993年11月に製品化した。その他、青色 LED と蛍光体を組み合わせた白色 LED を開発し、携帯機器のバックライトや車載照明などへの利用が進んだ。また、第三世代高ディスクに不可欠の青紫色 LED も開発するなど、 同分野の技術開発は大きく進展した。開発を担当した中村修司は2014年のノーベル物理学賞受賞のインタビューで感謝したい人物の筆頭として在職時の社長であった小川信夫の名を挙げ開発したいという私の提案を5秒で決断し、米国留学と中小企業としては破格の研究開発費を用意して支援してくれた。彼は私が知る 最高のベンチャー投資家だとの趣旨を述べた。中村と日夜は、下記のように長らく対立が続いており、中村が2014年の文化勲章14時にマスコミを通じて日夜に感謝を述べ和解を申し出たが、日夜側は感謝の気持ちで十分と面会を断った。日夜科学工業の元社員である中村修二が在職時に小川信夫社長の支援を受けて、 シッカガリウム系化合物単結晶膜の製造に利用可能なツーフローマケイド技術を発明した。2001年8月、この特許権帰属確認と後に譲渡対価請求を求めて日夜科学工業を提訴し、注目を集めた。なお、訴訟提起時には小川信夫はすでに社長を退いており、娘子の小川英治が社長についていた。2005年1月、 裁判所が和解を促し中村も裁判のこれ以上の長期化を嫌ったため両者は和解した。中村は裁判後弁護士とは異なる記者会見を設け、日本の司法は腐っていると述べた。この訴訟などを機に職務発明の扱いが社会問題になり特許法の改正が行われた。本訴訟中に日亜科学工業は404特許を量産には必要のない技術であるとして、 無価値であることを幾度も述べ、その特許権を2006年2月に放棄した。日夜科学工業はアニール P 型化現象が量産化の鍵であったと主張している。中村修司は後にノーベル物理学賞を受賞したが、その時の共同受賞者である天野博士は中村の功績について中村さんは実験の神様みたいな人。 あの人がやったから実用化が急速に進んだ。この材料が注目された最大の功績者は中村さんじゃないかと思うと語っている。YouTube に製造現場の衛生状態やパワーハラスメントの存在など同社の職場環境を貶める動画を投稿されたとして同社が YouTube のアメリカの運営会社に対し動画を削除するよう依頼したが運営会社が応じなかったため 同社は徳島地方裁判所に訴訟を提起。その後同地裁は同社の訴えを認め、運営会社に対し動画の削除と発信者情報の開示を命じる仮処分命令を出した。この仮処分命令を受け、動画は一旦削除されたものの、その後別アカウント名で再投稿された。2020年2月17日に同地裁は動画は公益を図る目的でないことは、 明らかなどとして、YouTube の運営会社に対し、動画削除と発信者情報の開示を命じる判決を言い渡した。ありがとうございます。